数が多すぎる。苦戦してるようだな。加勢してやるぜ。ギバリ、助かった。くぅ、みんな、大丈夫か？うん、今回は大きな怪我人も出さずに済んだようだ。それより、他国の状況はどうなっている？王たちはご無事か？こちらは見ての通り、雑魚どもが時々攻めてくるくらいで、大した被害はないが、さすがにみんな疲れが溜まってきている。負傷者も増える一方だ。ああ、わかってる。こっちもなんとか反撃の手を探しているんだが。そうか、頼むぞ。みんなお前たちを信じて頑張っているんだ。ああ。ところでなあ、ギバリ、前々から一度聞いておきたかったんだが、ひょっとしたらもう二度と聞く機会もないかもしれないからな。ん？なんだ？ああ、どうしてお前、騎士団を抜けてしまったんだ？お前なら騎士団長の大役だって立派に務まったろうに。今も腕は全然鈍っちゃいないようじゃないか。邪神の手下の怪物ども相手に活躍してると聞いてるぞ。ギバリ、以前は騎士だったのか？ああ。そもそもギバリの親父はレイドカーン王の剣の師匠だったんだ。小さい頃からいつも王と一緒に剣を習っていたよな。あの頃からお前の剣の腕はずば抜けていたっけ。俺たちはみんな。もう遠い昔の話だ。大した理由なんかない。それに俺は人の上に立つような器じゃねえよ。そうか。よし、ともかくこの戦いが終わり、世界が元通り平和になった時は、月流の盾事邸で一杯引っ掛けよう。それまで元気でな。お前たちも気をつけてな。この村を頼むぜ。任せておけ。なあギバリ、本当に何もなかったのか？カラス、お前いくつだ？え、俺19だけど。そうか。いいか、カラス、19の小僧にこれまでの自分の人生を語って聞かせるほど俺はまだ老いぼれちゃいねえ。今ここにいる俺とこれから俺が何をやろうとしてるか。ああ、そうだな。分かったよ、ギバリ。上等だ。まあ、いずれ話してやるよ。こいつが全て片付いたら。いつかそのうちにな。ギバリ、いいところに来てくれたよ。大変なんじゃ、アナとレブリスが。どうした？何があったんだ？チビが隙を見て村の外へ遊びに出ちまったんじゃ。それで化け物に襲われて熱が引かなくて、このままじゃ危ないって先生が。私に残されたのは今じゃチビだけだっていうのに。わかった、
分かったから落ち着け、ばあちゃん。で、アナとレブリスがどうしたって？ああ、二人は大天下に。なんだって？どうしてあんな危険なとこに？あそこで取れるペクサの海藻。ああ、そうか。あれは熱魂には抜群だからな。だが、なんでわざわざ、どっかにストックはなかったのか。戦いが続いて、みんな食料も薬も底をつきそうなんじゃよ。ああ、そうか。そりゃそうだよな。わかった。それで、レブリスが海藻を取りに行くって引き受けたんだな。いいや、話を聞いたらアナが一人で飛び出しちまって、それで後からレブリスが慌てて追って出たんじゃよ。やれやれ。いや、それでこそアナだ。で、二人はどのくらい前に出てったんだ？かれこれ小一時間ほど前かの。よし、わかった。二人のことは俺たちに任せろ。ばあちゃんはチビについててやってくれ。なに、心配いらねえ。必ず海藻も取って帰ってくるからな。お願いじゃ、お願いじゃから、ギバリ。ああ、安心して待ってなって。よし、大天外へ行こうぜ。こっからちょっとばかり北へ行ったとこだ。ちょうどいい、大天外の主の姿も拝んでくるとしようぜ。大丈夫か？アナはどうした？キバリ、なんだってお前がここに。話は聞いた。それよりアナはどこだ？一人で先へ進んだ。止めたんだ。よし、お前は後からのんびり来な。ここから先は俺たちに任せて引き返せったって、うんというような玉じゃねえしな。当たり前だ。誰がお前なんぞにアナを。分かってるって。じゃあ俺たちは先に行くぜ。気をつけてな。アナ、無事だったか。ギバリー、来てくれたんだね。どうした、海藻はもう取れたのか。なんだってこんなとこで。こいつは。おい、どうした。何やってるんだよこんなとこで。こりゃ、初めて見たぜ。あ、天下が溢れてるのか。だけどこれじゃピクサの階層が。どうしよう、急がないとチビが。はあ？何言ってるんだい？あんたこの。それだ、
釣りだ、アナ。え？ここに住み着いてる魚ならペクサの海藻を餌としてるやつもいるはずだ。そいつを釣り上げてさばけばペクサの海藻が手に入る。ああ。今回ばかりはよく思いついたな。お前にしちゃ上出来だぜ、レブリス。お前に褒められてもな。だけどここに住み着いてる魚はとんでもない巨大魚ばっかりじゃないか。どうやってあんなのを釣るって言うんだい？心配するな、アナ。道は必ず開ける。ああ、信じて突き進む限りな。面白い、やってやろうじゃねえか。ナシラの空の男の根性を見せてやろうじゃねえか。バカ野郎、お前に負けてたまるか。こっちこそ真のナシラの空の男の魂ってやつをとくと見せてやら。おりゃてね、向こうが餌に食いついてくれなければ何も始まらねえからな。うん、ま、そういうことだ。かね。安らかね。なあ、アナ、知ってるか？待てばカイロの比喩。腕の差だな、ギバリ。所詮俺とお前とじゃ年季が違うんだよ。ウカ、こいつはでかいぜ。そこらのヘッポコ野郎にはちょいと無理だろうな、こんな大物は。ウカカカ、空も魚も正直だからな。誰に釣られりゃ一番幸せなのかちゃんと分かって。レグリス、てめえ黙って聞いてりゃいい気に。ちょっと大丈夫？来るんじゃねえ。こいつは空の男の意地ってやつだ。ゆっこった。なんだいそれ。おい、レブリス、お前苦しかったら手離してもいいんだぜ。ああ、何を浮き彫り。お前こそ膝が笑ってるようじゃねえか。え、上等だ、上等よ。おい、レブリス、そろそろ。ああ、やるとするか。おりゃー。
れは、あの貝はバルゴーラの。こいつは大天下の主だ。下がってな、アナ、レブリス。ここから先は俺たちに任せろ。行くぜ、みんな。ライトフレア、ファイヤーバースト。ライトフレア、ファイヤーバースト。よし、やったぜ。見ろ、アナ、こいつの口を。ペクサの階層だ。ギバリ、お前、そこそこ腕の立つ騎士だったっていうのは本当だったんだな。昔の話だ。そうか。だが、釣りの腕もなかなかなもんだぜ。レブリス。もっとも、まだまだ俺の足元にも及ばねえがな。言うじゃねえか、レブリス。お前ほどじゃないがな、ギバリ。ハハ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 
ほっといて帰りましょう。熱が引いた。ありがとう、ありがとう。皆さんのおかげじゃ。なんとお礼を言ったらよいか。いいのよ、おばあちゃん。チビは大切な友達だもの。ま、村で困ってる人間を放っておくわけにはいかないしな。チッ、よく言うぜ。アナを追いかけてっただけだろうが。あ、なんか言ったか。いや、別に。さあ、それじゃ帰ろうぜ、みんな。村がなんとか無事なのは分かったし、ここでのんびりしてるわけにもいかねえや。おい、ギバリ。ん？なんだ。主の背中に刺さってた伝説の漁師バルゴーラの貝だ。こいつはお前が取っとけ。ん？いいのかよ、レブリス。ああ、道具のハンデでもつけてやらなけりゃ、お前の腕じゃ俺様には到底かなわないだろうからな。上等じゃねえか。上等よ。よし、それじゃあこいつは俺がありがたく預かっとくぜ。じゃ、ちょっくら行ってくるぜ。ギバリ、気をつけて。死ぬんじゃねえぞ。